肩を過ぎさせたまいて暇なき御前渡りに、人の御心を尽くしたもうも下に断りと見えたり、もう登りたもうにもあまり打ちしきるお料理は、内橋渡殿のここかしこの道に怪しき技をしつつ、御恩送り迎えの人の絹の裾大河とまさなきこともあり、またある時にはえさらぬ目道の戸を差し込め、こなたかなた心を合わせてはしたなめ煩わせたもう時も多かり、ことに触れて数知らず苦しきことのみまされば、いといとを思いわびたるを、いとど哀れとごろうじて、功労殿にも、功労殿にもとよりさぶらいたもう行為の増資を、ほかに移させたまいて、植えつぼねにたまわす、その裏にましてやらん方なし。この行為の与えられている、宮中で与えられている控え場所は桐壺である。ここで初めて桐壺の行為と呼ばれるその背景のことが出てくるわけです。何々壺というのは、その与えられている女房の部屋のその壺庭ですね、壺洗剤などといいますが中庭です。そこに植えてある木の種類によって、その何壺何壺という女房たちのいわばあだ名通称がつくわけです。桐の木が植わっておるから桐壺、藤が植わっておれば藤壺、梅が植わっておれば梅壺ですが、やがてこれからしばらく経って出てくる光源氏が成長して、父の帝の最も寵愛深い女房に、自分の亡き母の面影を求めて、心惹かれていくようになる、その藤壺という方、これはやっぱり、藤壺の女房と言われる人ですね。まあそんな風で、お控え場所は、この方のお控え場所は桐壺である。あまたの御方々を過ぎさせたまいて、そんなに身分が高いわけではありませんから、宮中での控え場所も天使のいらっしゃる清涼殿からかなり離れているところなんですね。さらに身分の高い女房なんかは、上の三つぼね、上のつぼねっていうものをさらに与えられている。つまり常の控え場所と、それから天使のお今に近い控え場所と、上のつぼねっていうのを与えられているわけです。この行為はまだ初めはそれがなかった。やがてそれが与えられるわけです。そのこともまた人々の妬みを買う非常に大きな原因になっていくっていうようなことが書かれているわけです。で、あまたの御方々を過ぎさせたまいて、暇なき御前渡りに、あ、ここのところはね、これもこの桐壺の行為のことなんだと見る見方もありますけれども、どうも御壺には桐壺なり、ここで切れまして、あまたの御方々を過ぎさせたまいて、暇なき御前渡りに、人の御心を尽くしたもうも下に断りと見えたりいうところは、帝も格別の寵愛ぶりなんですから、そして、帝の方からこの桐壺の行為のところへ通ってこられる、そのことを言ってるんだというふうに見る説が、どうもこの書き方から見てもいいようです。ずっと続けて行為が帝のところへ夜上がっていく、
そのことを言ってるんだというふうにも、それでも文章通りますけれども、どうもこの部分は帝ので、帝がこの前も言いましたけど、普通は女の方から女房皇位の方から天使のおそばへ上がるんですけれども、しかしまた天使自らが出かけてこられるということも決して例のないことではない。他にも出てきますが、ことにこのキリツボの行為に対してはもう一目もはばからぬご寵愛ぶりなんで、天使様の方からこれは異例なんだけれども、出かけていらっしゃるらしい。その時にあまたの御方々を好きさつたまいて、たくさんの他の女房行為なんかの控え場所の前をお通り遊ばして、そして、暇なきお御前渡り、しょっちゅうの お御前渡り、天使様のお出かけに人の心を尽くしたものも現に断りと見えたり、他のお妃たちがいろいろ気を重みになるのももっとものことだと思われた。でここからが行為の、また行為、行為の行為っていうのはなんか語呂合わせみたいですけども、キリツボの行為の行動なんです。もう登りたもにもあまり打ちしきる折々は、内橋渡殿のここかしこの道に怪しき技をしつつ、大送り迎えの人の金の巣を耐え難きをまさなこともあり。でキリツボの行為が帝のところへ参上なさる、その時にもあまりにしげしげと回数の重なっていくその折々には、内橋渡殿、内橋っていうのはその御殿と御殿の間に仮に取り外しのできる板の橋、不要な時にはふっとこう外しておける、そういうのが内橋です。それから渡殿っていうのは、まあ、渡り廊下、もう少しすぐ次のあたりに出てきます目堂というのは、これは御殿の真ん中をぶっとこう 通ってる広い廊下ですけれども、その目堂なんかよりはずっと小さくって、かけ外しのできる御殿をつないでる木の橋、それが内橋、それから渡り廊下なってのが渡殿、そういうところをいくつもいくつもこう通り過ぎて、そして清涼殿に上がっていかなければならない。でその内橋や渡殿なんかのあちこちに、あちこちの道に、なんとも怪しき技をしつつ、けしからぬ仕掛けをして、しつつのこういうしつつは反復繰り返しが当時は一番多い、しながらというふうに訳さない方が大体当たっています。なんともけしからぬことを仕掛けして、そのために送り迎えの行為についている、そして行為のために送り迎えをする、そういう人たちの着ている着物の裾が耐え難くまさなきこともあり、まさなきことってのはただならぬことですね。具体的にさすがに言ってませんけれども、おそらくお仏なんかを密かに撒き散らしておいて、長く裾を引いているその着物の裾がもう
ひどく汚れてしまってどうにも使い道にならないようなそんなことを仕掛けていたというふうなことでしょう。こういう高級の激しい嫉妬と憎悪の中での女性の憎しみっていうのはものすごいもの、閉鎖社会の中の女の憎しみみたいなものですから。またある時には絵皿の目胴の戸を差し込め、こなたかなた心を合わせてはしたなめ煩わせたもう時も多かり。またある時には絵皿のそこをよう避けては通れない、他の道を通るということのできない、回り道なんかできない、目胴っていうのは御殿の真ん中をずっとこう通ってる広い廊下ですから、そしてこっちの端と向こうの端とにこう戸が立ててある、それを閉めてしまってそして通れないようにするわけですね。その目胴の目胴っていうのは馬の道と漢字は当てますけれどもの戸を閉ざしておいて、そして中に差し込め、中に閉じ込めて、そしてこっち側とあっち側と心を合わせて、お互いにこう前もって、話を合わせておいて、そして、はしたなめ煩わせたもの時も多かり、いたたまれない状態にさせ苦しめられることが多かった。こうしてことにつけて数知らず苦しきことのみなされば、いといと思いわびたるを大層ひどく思いわぶ、悲観してしまうことですね。悲観しておしまいになっているのを帝は大層心にしみて哀れなものとご覧遊ばして、功労殿にも功労殿にもとより侍いたも行為の老子を、清涼殿の隣の功労殿に以前からはべっていらっしゃる行為のその控え場所を、老子っていうのはやはり控え場所ですが、後に武士の時代なんかになっても長男でない次男坊三男坊っていうふうな、そういう男の子に控え場所を与えてある。運が悪ければもうそのまま一族の頭にはなれないで、つまり長男が健在である限りそこでこう二番手三番手の役割に控えの順番を待っているのはしょうがないわけですね。そういうのが御曹司なんですね。義経なんか九郎九番目の御曹司ですよね。ここはそういう、まあ、つまりそんな武家の御曹司いうふうになってくるのは後のことで、ここでは宮中にこういう女性の控え場所を、まあ、作ってあるわけですが、それをこの桐壺の行為にお与えになった。行為の造紙を他に移させたまいて、よそへお移しになってしまって、だから前からいる人をのけてしまって、
そしてこの切壺の行為に上つぼねに賜す。今までの下のこう距離の遠いところの控え場所とは別に、天主のおそば近いところの控え場所としてお与えくださった、賜った。その恨みましてやらんかたなし、遠くへ退けられてしまった元からの行為のその恨みっていうのは、何とも晴らしようがないほど激しかった。まあこういう恨みをいくつもいくつも背負っていかなきゃならなくなるわけですね、うん。でやがて話はこの帝と皇位の間に生まれたその男巫女のことに移っていきます。